さてさて、道の駅のとじまの方で30分ぐらい休憩をしてまいりまして、これからのとじまの東側にあたります八ヶ崎海水浴場、こちらの方まで行ってみたいと思います。ちなみにこんな感じで八ヶ崎の方まではずっと海岸線を、うわ32度海岸線を通る道になりますので、まあ、結構ちゃんと前向いてますからね、結構動画的には涼しげな感じに映ってるかと思いますけれども、まあ、さっき映ってましたけど32度ですからね、なかなかの気温です。まあ、ちなみに今の時刻は9時57分、もう10時で、すでに32度と、いうことになりますと、まあ、本当に11時過ぎぐらいから3時ぐらいまではもう33度、34度と、いうことで、まあ、下手したら35度とね、いうことで、でも暑い日に今日もなりそうですよ。こんな感じですよ。ちょっと日陰なんで泊まろう。で、よいしょ。このようにね、海も日が照ってるとすごい透き通って綺麗ですね。まあ、向こう側は国道160号線。これも海沿いを走る国道になりますので、向こう走っててもね、気持ちいいですね。向こうは穴水、そして輪島鈴方面。こちらの方行けますよ。いや、気持ちいいですね。それではあと6キロぐらいなので、また乗って八ヶ崎の方まで目指したいと思います。まあ、この八ヶ崎の方に向かうこの道は、まあ、そんなに、ここはそこそこ広いですけれども、そんなに広い道ではないんで、結構ねガタガタとこう歩いてたりしますので、ここはねのんびり行こうかなという感じですよ。でモンスターのこの湯温計もね、このようにアリが3つということで、あんまりのんびり走ってるとすぐね4つ目まで4系上がっちゃいますんで、だいたいこの3、40キロといった感じで走りたいと思いますよ。これぐらいがね、シールドを開けて走ってても気持ちいいんだよな。相変わらず景色いいですね。こののんびりと走るこの感じ、これぐらいです走ってますと、まあ、シールド開けてるとまだ風は涼しげですね。熱風は来てないんで、
まだ助かっております。やっぱり海沿いを走ってるからかな、風が気持ちいいですよ。まあ、モンスターのこのドコドコとしたこの鼓動を感じながら走ってるわけです。はい、わあ、田んぼの緑と海の青がすごい綺麗だ。まあ、一周1時間ぐらい能登島はね走るのにかかりますので、まあいい散歩コースですね。はい、だから夕方あたりぐらいにね気温が下がってくれば、まあもちろんね遠出はできないので、能登島ぐるっと一回りしてでまた家に戻ってくるという、そのバイクでの散歩コースっていう感じでいうと、まあ、まあ本当にいいちょうどいい距離じゃないかなとこういうふうに思います。いや空雲一つない、気持ちいいですね。まあ多分止まるととんでもないことになるとは思いますけども、はい、走ってる限りはね、まあ、あと最大のメリットはね信号がまず少ないということと、このようにね車がね全然いないっていうのがね、この夏場でこの渋滞に巻き込まれたりとか、前にね遅い徐行してるような車がねいたりしますと、まあ本当暑さでね一気に疲れがきますからね、どっと疲れが来るようなそういう季節ですから、そんなこと思えばねこうやって自分のペースでのんびり走りたいときはこうのんびり走っても誰の迷惑にもかからないと、もちろんこう後ろにもね車いませんので、まあ、自分のペースでねこうのんびり走るっていうのがね、そういうことができるのがこの能登島という感じです。ここをね海水浴場はね一方通行になってるんですよね。なのでこう本当にねここ海水浴場なのって感じですけど、ここを少し走っていくと海岸に出られるんですよ。だから最初間違ってんじゃないのみたいな感じな道ですけど、あ、海のオープンに伴って草刈りもちゃんとされてますね。で出口はねここ右曲がっていくと一方通行になってるので、この右から入るという感じですね。じゃあ海ちょっと見てきましょう。よいしょ、はまったはまったよ、よいしょ。暑い、ちょっとの間ならヘルメットかぶっても大丈夫かな。今日はお休みっぽいです。ここが八ヶ崎の海水浴場ですね。どうですかこれ、海綺麗でしょう。このさあ、どう、波もね穏やかなので本当に小さいお子様連れでね海水浴楽しまれても、まあ、向こうの方にはこうネットかけてありますので安心して遊べるようなとこですね。
綺麗だな、まあ、やはりこの東側の方まで来ますと透明度がねより一層高くなってますね。ここが八ヶ崎の海水浴場で能登島の一番東側になります。ここが海水浴場ですね。こうやって覗いてみますとこんな感じでもう底が見えるというぐらい透き通っております。綺麗ですね。さあそういうわけでだいぶ暑くなってまいりましたのでそろそろ戻りたいと思います。八ヶ崎の海水浴場からお伝えをいたしました。しんのじチャンネル、しんでした。バイバイ。ヘトヘトです。喉乾いた。